政府閉鎖の懸念も出てきました。アメリカ議会下院のジョンソン議長は11日、政府閉鎖を回避するための暫定予算案を発表しました。ただ、与野党から異論が出ていて、成立するかどうかは不透明です。歳出を賄うつなぎ予算の期限の17日までに何らかの予算案を可決できなければ、政府閉鎖に陥ります。